皆さんおやっとさ。今日は2020年の令和2年9月9日水曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そんでもってアスカと会ってきました。とは言っても風間アスカの方です。アノニマスです。というわけで今日は何の日だ証拠りもなく食い物です。今日はカーネルズデーです。あ、やると思ってた。いや、なんとね、今年で50周年です。神奈川県横浜市西区に本社を置き、フライドチキンチェーン店のケンタッキーフライドチキンを日本で運営する日本ケンタッキーフライドチキン株式会社が制定。長えな。日付はケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースの誕生日、1890年の明治23年の9月9日にちなみますと。ライバル店知ってる？白い覆面をかぶった KKK っていう集団がね、ライバル店です。店だっけそれカーネル・サンダースがケンタッキーフライドチキンのオリジナルチキンを生んだとともに、外食産業においてフランチャイズチェーンの基礎を作った人物であり、美味しさに対して独自のこだわりを貫いた人物であることから、食べることの大切さと楽しみをお客様に伝える日との思いから生まれましたと。記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されておりますと。というわけで今日9月9日誕生日の有名人、やっぱり君が知らなきゃわからんな、マイケル・キートンです。マイケル・キートンね、はい、はい、かっこいいですよ。ほう、でもね、ロッコプのリメイク版にも出てるんですけど、うんうんうん、悪役ですね、それでは、うん、ただマイケル・キートンで有名なのはバットマンです。何だっけ、あのティム・バートンが作ったバットマンのバットマン役です。ああ、初代。なるほど。バットマン・リターンズも出てます。うんうんうん、2作品においてバットマンを演じた俳優、うんうんうん、でまあその後いろんな役を演じていくわけだけど、うん、久しぶりに顔見たなって思ったのがロボコップね。ロボコップのあの悪役なんだけど、どの人かな、社長、社長、社長です。ああ、あの人か、誰ちゃん、あの人ね。ネタバレしちゃったじゃないかよ、そんなこと言ってたら。ロボコップの大丈夫だよ、そんなに見る人いない。それでいいと思います。あれはいそんな感じです、はい、というわけで今日9月9日誕生日の歴史上人物、この人はあんまり知ってる人いないな。副島種臣です。ご参考してるね、はい。明治っていうか佐賀藩士、もともと佐賀藩士で、明治維新後にいわゆる外交官になる人だから、西郷さんもかなり信頼していた、かなり優秀な人です。まあさっき言った通り外務大臣みたいなのになって、特命全権大使として清に行って日清修好通商条約の批准を交換するとか、当時の皇帝に謁見するとか、樺太国境問題とか琉球貴族マリア・ルス号事件を担当って、外交においてすごいいろんなことをやりおせた人でございます。まあそういう優秀な人ですということです、うん、今もそういう人いればな、うん、というわけで今日9月9日誕生日のアニメ漫画キャラクターになります。2ついるけどどっちも常連だね。1つトラブルから帝涼子、もう1つ、戦乱神楽から日陰ちゃんです。まあ帝先生はトラブルに出てくる保健医だよね。なんだろう、ああいうなんていうのかな、学生もの漫画で保健医が出てくると大体ああいうセクシー系が出てくるっていう、まあテンプレというかなんというか。そうですね、トラブル自体がエロコメだから余計に際立つという、ね、で戦乱神楽の日陰はこれもやっぱり最初からいる子だね。完全に戦乱神楽シリーズで敵役の方だけど、最初のなんだっけ、私感情失ってるからうんちゃらかんちゃら言うてるけど、いやお前感情あるだろうって突っ込まれそうなあれでございます。というわけで今日9月9日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。